これだね。オーギミテンプハブヤク、はい、今日はですね、与那原のウェーガー、親川と書いてウェーガーというね、かなり由緒ある地元の方々にですね、とても大切にされてきた湧き水がですね、改装改修されたということでちょっと来てみてますけども、ここにね、昔湧き水のなんていうの、祠があって、もうガンと鍵も閉められて、なかなか中を見るのもできなかったんですけど、もうすっかりオープンな感じで、今改修されています。そしてもともとね、この辺りだったかね、与那原は綱引きが有名なんでね、この綱引き博物館みたいなドーンとあったんだけど、これもなくなっちゃって、役所の方に行ってるようです。ちょっとこれを見に行ってみましょう。ちょっとした資料館なんかもあって、これね、どう考えても天然だろうと思ったらね、人工のようです。兄弟、お姉さんとか妹が、なる職だったんだけど、その神職ですねに、こう代々継がれていくときに、この新しい聞こえ大きくなるときに、ここに寄ってですね、この水を指なりに、してからおわらを行って聖火の滝、久高に行ったりもする時もここに来て、まずお祈りをしてから行ったという、すごく大事な場所。その水がこのウェーガーっていうお水で、天女がね、その昔に天女が降りてきて、ここで子供を産んで、産湯にしたっていう水ということから、この子宝祈願っていう方も拝みに来るというところで。ものすごくね、透明度がすごい高い。ね、水があるのかないのか分からない。ちょっとね、グッピーみたいなのが泳いでるから、ああ、水あるんだと。オタマジャクシかな。で、まだまだここ、おそらくね、ここに、多分下の方は一緒、変えずに、上だけ建て替えたんじゃないかなと思うんだけど。もともと戦前ぐらいなのかな、こういう形だったらしいんで、それをまた元に戻した。
一台前は結構綺麗な、なんかなんていうかな、ちょっと型苦しいって言ったらあれだけども、ちょっともう神聖すぎる形の作りだったんで、またこういう形を戻したんだと思う。あとあったね、あれ金地棒、これそうだった。あの綱引きの時にね、真ん中にこう両サイドからね、こう紐を真ん中でくっつけて、その間に挟む棒、もともとこの、博物館が、ね、あった時に、その目の前にこんなちょっと水路があったんで、そこにずっと保管してたらしいんだけども、まあ、今こういう形でまた保管してるということでしたね。でこれね、今昔の井戸みたいな感じで、多分そうだね、なんか HT35 って品番なんだろうね、メーカーと、あと大きさなのかな。この水がね出るんですよ。ああいいね、これ喜びそうだね、子供たちは。うん、でもこっちはねまだできてだけども、あと資料館も、ね、少しだちょっとした資料館もあるし、トイレなんかもあるので、すごくいい感じでなってますね。与那原、今度来た時にはぜひ寄ってみてください。あそこには大宜味天ぷら、そしてハブ薬味そばというね、ちょっと怪しいのもありますけどね、という新しいウェーガーでした。